この動画では Google アシスタントを利用する方法について説明し、 Google アシスタントでできることをいくつか紹介します。電源ボタンを長押しするか、 OK Google と話しかけます。これで Google アシスタントを利用できる状態になります。翌日の天気を知りたい場合は、明日の天気は？と言います。お母さんに忘れずに電話したい場合は、 OK Google、リマインダーを設定、お母さんに電話と言います。これで電話するように促すリマインダーが表示されるようになります。今流れている音楽の曲名を知りたい場合は、 OK Google、これなんていう曲？と聞きます。 Google アシスタントが曲を特定できた場合は、その曲名が表示されます。 OK Google、サッカーの結果を教えてと頼むこともできます。スマートフォンの設定を変えたい場合は、 OK Google、設定を開いてと言うと設定画面が表示されます。設定で他のアシスタント機能を変更することもできます。例えばボイスマッチ機能を使用すると、特定のユーザーが話しかけた時だけ Google アシスタントが応答するように設定できます。またボイスマッチ機能を設定すると、画面がオフになっている時や他のアプリを使用している時でも OK Google と話しかけてアシスタントを起動できるようになります。 Google Pixel は Google アシスタントの続けて会話機能に対応しています。続けて会話を使用すると、 OK Google などの方法で Google アシスタントを何度も起動しなくても続けて質問できるようになります。続けて会話機能を有効にするには、アプリ、アシスタントの順にタップして続けて会話をオンにします。同じ画面でクイックフレーズ機能を有効にして、 OK Google と言わなくても Google アシスタントに話しかけられるようにすることもできます。例えばクイックフレーズがオンになっている状態で電話がかかってきたら、応答というだけで電話に出ることができます。Google アシスタントを利用する方法は以上です。 Google アシスタントでできることをすべてまとめたリストは Google アシスタントのヘルプセンターでご覧いただけます。 Google Pixel の使い方について詳しくは他の動画またはヘルプセンターをご覧ください。